アメリカの象徴といえば原子力空母ですよね。22年旅こそは、最新鋭空母のジェラルド・R・フォードが稼働するのかも、注目が集まっています。今回は、アメリカの原子力空母と、最新鋭原子力空母の状況を詳しく見ていきますね。中国も、003型空母が進水しそうですし、何より、両国とも、電磁式カタパルトの稼働が実際に可能なのかも注目しています。アメリカそのものの軍事力を世界的に象徴する存在こそが、大型原子力航空母艦を中核とする空母打撃群だと言って過言ではないと思うが、現在、これらの航空母艦は、ニミッツ級10隻、ジェラルド・R・フォード級1隻の計11隻が就役している。そして、このニミッツ級航空母艦10隻が、その中核をなす戦力となっているわけだが、1番艦で、ネームシップのニミッツは、1975年、最終10番艦のジョージ・ H.W. ブッシュは、2009年の就役と、実に、30年以上同型艦の建造が継続された。実は、アメリカ海軍、そして世界でも、初の大型原子力航空母艦は、1961年に就役したエンタープライズなのだが、こちらは、初の試みとなったこともあり、建造費が高騰。同型艦は建造されず、一隻のみの建造に止まった経緯がある。それでも、この大型原子力航空母艦の先駆けであるエンタープライズは2012年まで50年以上もの就役期間を全うし、今に続くアメリカ海軍の原子力航空母艦の代名詞的存在として記憶に留めている方も多いだろう。エンタープライズは基準排水量75,700トン、満載排水量89,600トン、全長 342.3メートル、全幅 77.7メートルのサイズであり、原子炉8基を搭載し、最大で28万馬力を発揮、その大柄な艦隊で、最大 33.6 ノットの高速を誇った。エンタープライズは、乗組員数が約4600名で、搭載する各種の艦載機の合計機数は80機以上に及び、1962年10月に発生したキューバ危機においては、他の通常動力型航空母艦ら3隻と共に、海上封鎖任務に従事した。この後1965年11月には、エンタープライズは、北ベトナムへの爆撃に、艦載を出撃させ、歴史上、初めて実戦に投入された、原子力航空母艦となり、1968年1月には、日本の長崎の佐世保港に初寄港を行ったことでも知られている。しかし、この当時の日本は学生運動華やかなりし時代であり、野党の社会党や共産党もエンタープライズの佐世保入港反対を唱える大規模な集会を呼びかけたこともあり、周辺県警から集められた警察の機動隊が不測の事態に備える一幕もあった。エンタープライズの入港予定日の前日には、佐世保に集まった反対派の中でも、先鋭的な学生たちが、警察の機動隊と衝突、負傷者100名以上、逮捕者27名を出す事態にまで発展したが、同艦の寄港は、1日延期の後に行われた。こうした佐世保寄港への反対運動で一躍注目された、エンタープライズだが、その後の日本の学生運動は、時代の変遷とともに、沈静化し、同艦も、また2012年に退役、2015年から10年の予定で、解体作業が実施されている。この、エンタープライズに続いて、1968年から、建造を開始されたのが、今も、アメリカ海軍の主力の航空母艦である、ニミッツ級であり、エンタープライズというよりも、通常動力型の航空母艦フォレスタル級から続く系譜だと言ってよい。ニミッツ級は、
基準排水量 74,086 トン以上、満載排水量約10万トン、全長 332.9 メートル、全幅 89.4 メートルと、全長以外、すべての数値において、エンタープライズを上回り、無論、当時の世界で、最大の規模を誇る艦艇となった。エンタープライズに比べて、ミニッツ級が大幅に進化した点は、やはり機関部分であり、前者が、低出力ゆえに、8機も搭載した原子炉を2機にまで削減。それでも、最大で26万馬力、最大速度も、30ノット以上と高い効率を実現する。また、ミニッツ級の乗組員数は、総艦要員が約3200名、航空機要員が約2500名であり、搭載する各種の艦載機の合計機数は、最大で90機に達したが、旧ソ連との冷戦終結後は、おおむね70機前後まで、機体数を削減して運用されてきた。原子力を推進方式として利用する艦艇としては、こうしたミニッツ級のような大型の航空母艦をはじめ、アメリカ海軍では、潜水艦も、全席が、その方式となっているが、潜水艦に比べて、はるかに巨大な航空母艦は、核燃料棒の交換が必須である。しかし、ミニッツ級ほどの巨大な航空母艦であっても、通常の使用状況であれば、23年も交換せずとも運用可能であることが確認され、これまで建造されたミニッツ級では、1992年就役の6番艦、ジョージ・ワシントンまでが、すでに、この作業を施されている。ただし、この核燃料棒の交換は、巨大なミニッツ級の艦体を切断して行う、大掛かりな工事であるため、完了までには、多大な工事期間を必要としており、実施された5番艦、エイブラハム・リンカーンまで、平均で4年を費やすものとなっている。当然、この間は、対象の艦艇は、未稼働状況となる上、この燃料棒交換作業を、実施可能な、設備と技術ノウハウを有するのは、ニミッツ級を建造した。バージニア州のニューポートニューズ造船所に限定され、機関が重複しないように実施されている。ニューポートニューズ造船所は、ハンティントン・ウィンガルス・インダストリーズ社が運営するアメリカ国内で、最大規模を誇る民営の造船所であり、その歴史は古く開設されたのは、現在から130年以上前の1880年代まで遡る。このニューポートニューズ造船所では、1890年代には、すでに、アメリカ海軍用の3隻の軍艦の建造を手掛け、イギリスが、それまでの戦艦の概念を覆すドレッドノートを、1906年に建造した後には、アメリカ海軍の大型戦艦建造の一部を担った。1918年に、第一次世界大戦が終了すると、ニューポートニューズ造船所は、航空母艦の建造も手掛けるようになり、1934年のレンジャーの建造を、皮切りに、ヨークタウン、エンタープライズと太平洋戦争で活躍する航空母艦を送り出す。以後は、初の原子力航空母艦であるエンタープライズをはじめ、ミニッツ級、ジェラルド・アール・フォード級とアメリカ海軍の大型原子力航空母艦の建造を一手に引き受け、今に至るまで、唯一、無二の造船所として君臨し続けている。そんなニューポートニューズ造船所の最新造の航空母艦がジェラルド・フォード級であるが、ミニッツ級の後継艦として、1990年代初頭より開発極めが開始され、従来の機能デザインにとらわれない複数の案が検討された。しかし、結果的には、10隻もの多数が建造された、ニミッツ級の仕様を踏襲する形となり、ジェラルド・アール・フォード級は、満載排水量10万1600トン、全長337メートル、全幅78メートルという、サイズで建造が行われる。
ジェラルド・R・フォード級とニミッツ級との外観上の大きな違いは、艦橋部分が、さらに後方に置かれた点と、右側に3機、左側に1機だった、デッキサイドのエレベータが、右側の1機が削減された点であり、髪型から、艦を見れば一目瞭然だ。ただし、デッキサイドのエレベータの右側1機の削減にもかかわらず、航空機の兵装を運ぶ新型専用の電磁式エレベータの設置により、運用効率は 30% 高まると見込まれており、カタパルトも蒸気式から電磁式に変更された。しかし、ジェラルド・R・フォード級では、こうした電磁式の兵装専用のエレベータやカタパルト等、新機軸となる技術を二十数点も盛り込んだことから、2017年7月に就役した後も、正常に稼働できない状態が続き問題とされてきた。ようやく4年を経た2021年秋頃から、ジェラルド・R・フォード級のトラブルは解消に向かっていると報じられ、今年2022年には、すべての不具合を克服し、本来あるべき実装された機能すべてを計画通りに運用できる見込みのようだ。ジェラルド・R・フォード級の失態は、大型原子力航空母艦を半世紀以上にわたって、10隻以上も運用してきたアメリカ海軍であっても、新機軸の技術に対して即応しかねることを露呈したものといえ、実際に運用が始まるのかに注目が集まっている。